さて、前回、火曜日の授業ではその、平面ベクトルの定義を行いまして、それから平面ベクトルの線形結合というところまでやったと思います。で、確か最後の、方ではその任意の平面ベクトルがその基本ベクトルというのは定義しましたけれども、その基本ベクトル E1、E2 の線形結合で表すことができるという話をで終わったと思います。で、今日はそこの続きから始めたいと思います。で、任意の平面ベクトルを考えましょう。これを x と置きます。で、x1、x2 というふうにこう表しますけれども、これをその線形結合で表すことが できるようなベクトルですね。として、その今までは、その前回はその基本ベクトルを用意しました。一応復習のために書きますと、E1 は1、0というベクトルで、E2 は0、1という。ベクトルなんですけれども、前回やった話はこの基本ベクトル、2つの基本ベクトルの線形結合を使って、で、この任意の平面ベクトルを表すことができるという話をしました。こういう時にその数学を勉強していて、素朴に浮かぶ疑問としては、じゃあその基本ベクトル以外にこういったその任意の平面ベクトルを線形結合で表せるようなベクトルは存在するかというのが、素朴な疑問として浮かぶわけです。じゃあ、他にはあるかと。こういうベクトルは基本ベクトル以外に、あるかっていうのが、一つこう問題になります。で、皆さん、実はこれ教科書 その2ページの一番下の行を読みますと、すぐにこれは答えが書かれていまして、実はこの答えは、あるというのが、その答えなわけです。で、じゃあ実際にどういうベクトルがありますかっていうと、それが教科書の3ページから、一つの例として書かれてあります。ちょっと書いてみましょう。例題としまして、任意の平面ベクトル x ですね、 x としましょう。こういう x ですね、これはF1、これ教科書にありますように、この F1 というのは、マイナス1、1ですね。それから F2 が、1、1の、線形結合で、表されることを示しなさいと。その教科書の、その3ページの
まあ、冒頭上半分に書かれている内容というのが、まあ、こういう例題の答えとなっておりますので、まずその問題をとしてこう書いておきました。で、まあ、こういう問題が出たらそのどうやって解くかということなんですが、と一応そのちょっと今回はその時間の都合でその答えを全部説明はしませんけれども、僕の作ったこの講義ノートの方には答え全部書きましたので、それを後で必要な人は見てください。ここではその答えるため の, その方針だけ述べておきたいと思います。答えるためのこういう時にそのどうやって示せばいいかということなんですけれども、実はその我々は前回の時間にですね、そのこの任意の平面ベクトルは基本ベクトル E1 と E2 の線形結合で表されますということをやりました。ですのでここでやるべきことはその基本ベクトルですね、基本ベクトル E1 と E2 が、この2つあるこの F1 と F2 の線形結合で表されるということを示せばいいわけです。というところを皆さん納得できますでしょうか。ちょっと一応まず書いてみましょうね。基本ベクトル E1 と E2 が、まあ、F1 と F2 の線形結合で、表されることを示せば良いということになります。と、まあ、多分これでほとんどの人は分かってもらえるんじゃないかと思うんですけれども、と、まあ、例えばこの平面ベクトル X を、まあ、E1 と E2 の線形結合で、まあ、表せますということが分かっていて、でこの E1 が例えば F1 と F2 の線形結合ある何倍かの和になっているとするならば、まあ、それを展開すること、その式を展開することでその、まあ、この X をですね F1 の何倍かと F2 の何倍かの和で表すことができるというのがまあ基本的な方針です。でとすいません、ちょっと今日はここはですねこのぐらいでその、まあ、答えは、まあ、演習の時間ですとかそれからあと各自復習の時にもう一回考えてもらいたいんですけれども、一応ここで強調しておきたいのはその、まあ、任意の平面ベクトルをですね線形結合で表すため の, そのベクトルとしてはその基本ベクトル E1 E2 以外にもいろいろあるということをまず知っていただきたいと思います。で、そんなわけでそのこのベクトル空間をですね調べるときにそのいちいちその任意のベクトルがベクトル何とかと何とかの線形結合で常に表されるっていう、こういうのは何回もしゃべるのは結構大変ですから、そこでその次のような言葉 の, 定義をします。ですね、教科書でいうと3ページの、まあ、真ん中ら辺に書いてあるんですけれども、一応これ定義として書いておきます。ここではですね、その、まあ、生成されるとか、それから、もしくはその貼ると、まあ、そういう言葉を定義します。と、まあ、いちいち、そう、線形結合で表されるっていうのは、なかなか大変ですから、こういう言葉を定義しましょう。で、まずですね、この A1、ベクトル A1 からベクトル AN を、まあ、平面ベクトルとしましょう。で、この A1、このアルファベット A の太文字は、大体この A を書いた後で、この右側の縦棒にこう、もう一本棒を増やすことで、この小文字の A の
太文字っぽい字を醸し出しております。まあ、大体こう書くのはよく書かれる方法ですね。で、この A1 から AN を、まあ平面ベクトル、N この平面ベクトルとしましょう。で、この時に、まあ、任意の、まあ、平面ベクトル、まあ、これは例によって X と表しますけれども、この X が、A1 から AN の線形結合で、線形結合で表されるとき、次のような言い方をします。平面ベクトル全体の R2 は、この A1 から AN で、生成される、もしくは貼られる。という言い方をしますし、で逆にこのベクトル A1 から AN を下がってきたな、 AN はこの平面ベクトル全体の集合 R2 を生成する、もしくは貼ると言います。見えますか？もうちょっとこのぐらいいいですか？はい。下がってきますね、このところね。ちょっと押さえてみましょうか。ということで、その、まあ、実はその、平面ベクトルがそのある特定のベクトルの線形結合で表されるっていう性質は、この線形代数の中でそのいろいろなところで何度も用いますので、だからそれ使うたびにそういうことをですね、いちいち喋っているとこう口が疲れちゃいますし、それからこう書くときにもそういうことをいちいち書いているとこう手も疲れると、そういうときにその数学者はどういうことをするかというと、こういうこのような定義によって新しい言葉を作るわけですね。で、このことを今、書きましたように、R2 が、A1 から AN で生成されるとか貼られる、もしくは A1 から AN が R2 を生成するとか貼るというふうな言い方をすることによって、この概念をこうまとめてこう相手に伝えられるようにすると。まあ、数学においてそのいろいろな言葉の定義っていうのがありますけれども、大体のものはこうやってその中にはそのこのようにそのこういう必然性に迫られてですね、なるべくその議論の見通しを良くするとか、それから議論をしやすくするとか、あとは本を書いた時も読みやすくするといったような、そういう意図でこう言葉が導入されることもしばしばあります。で、線形結合で表されることに関しては、この生成するとか、あと貼るという言葉がありますので、これは多分これから線形代数を習っていく中で何度も出てくる言葉ですので、まあ、生成すると言われたら、2位の平面ベクトルが、まあ、これによって、で、線形結合で表されるという概念がきちんと思い浮かぶように、皆さん、よく何度も確認してほしいと思います。はい、これ質問ありませんか？大丈夫ですか？はい。で、そこで、実はこの生成されるとか貼られるっていう言葉はですね、ベクトル の、 皆さんがこれまで多分高校などでやってきたような、その幾何学的なイメージと
こうかなり密接に結びついているところがあります。しかしこの授業で前の時間から今までっていうのはその一度その幾何学的なものは忘れてベクトルは実数を並べ縦に並べたものとそういう記号としてこう扱いましょうとしていうことでここまで扱ってきたわけですけれどもやはりそのこれからいろいろ議論を線形代数のことを学んでいくにあたってはその幾何的なイメージっていうのがあった方が多分皆さんも勉強はしやすいと思いますし僕も実際そういうイメージを思い浮かべながら勉強してきましたし、あとやっぱり数学を考える上でもそういう直感的なものをとこう記号的な定義をちゃんと対応させながら考えるっていうのは有効だと思いますので、それでこれからはここから先はですね、教科書ではその線形独立の定義を先に説明しているんですけれども、ここで一旦セクション 1.2 に飛んでですね、平面ベクトルの幾何的な意味についてちょっとやりたいと、説明したいと思います。ですので、今はですね、教科書で言いますと、3ページの、この問題、1.2 の下から教科書5ページのセクション 1.2 までに一時的に飛びますので注意してください。で、先にセクション 1.2 をあるところまでやったらまたこの場所に戻ってきて話の続きをしたいと思います。いいですか。ということで、このベクトルの生成をやった次に、このセクション 1.2 の、その平面ベクトルの幾何学的な、幾何的な意味について入ります。説明します。で、まずこの授業でですね、前回から今までで我々はその平面ベクトルとしてこういうものを扱ってきたわけですね。でこれはどういうものかというと言ってみれば、数を2つ並べて、で、括弧で区切ったと。括弧で囲んだと。こういうものだったわけです。で、一方で今まで皆さんがそのベクトルなどを勉強してきた際にはこういうですね一方向の向きのついた矢印をベクトルとしてこう扱うことが多かったのではないかと思います。でところが数学の今まで我々が仮定してきたもしくは作ってきたルールからしますと今のところこの図形にはですねその平面上の矢印以外の意味は与えられていないものとしましょう。実際、こういう図形を書いただけではこれは平面上の矢印に過ぎないわけですね。
で、皆さんがその高校までの勉強でそのこういう矢印をそのベクトルとして扱ってきた背景には、本来これ平面上の矢印に過ぎなかった図形と、それから本来この数を2つ並べて括弧でくくったそういう量ものとの間にこう何らかの関係をこう定めて、この2つを同じものと見なすというそういう橋渡しがあったから、皆さんこれをですねベクトルと思っていろいろ計算ができてきたということをちょっと認識してほしいと思います。で、一応まあ数学というのは最初真っさらな何もないこう白い紙の上のような空間上からこういろいろなルールを作って積み重ねていくものですから、でここでまあ一度ですね、この平面上のこの矢印とそれからこの今まで我々が定義してきた平面ベクトルですね、これをちゃんと対応付けてみましょう。これ一回この対応付けができればこの矢印も平面ベクトルと同じように扱うことができます。で、一応ここからのその定義は大体その教科書の説明に沿って進んでいきますけれども、一応そのどういうその定義付けをやっているかというのを明確にするために、いくつかその定義といった項目を作りながら説明していきたいと思います。で、まず最初に有効線分という言葉が教科書に出てきていますので、これを定義しましょう。ちょっと文章を書きますけれども、平面上に2点 P と Q を取りまして、で P を支点、それから Q を終点として、矢印で結んだもの、と、教科書でいうとこの5ページの図の 1.1 にあるようなものですが、これを有効線分と言います、呼ぶことにしましょう。で、記号としては皆さんがよく使ってきたこの線分のようなこの PQ の上にこの右向き矢印を乗せた上に乗せた記号で表します。一応黒板にも図を書いておきますか。もしこれ P と Q が等しい点だったとしたら、一応それも有効線分とは言えますけど、言えるかな、一応有効線分の中には入るかもしれませんが、矢印向きはないということになりますね。だから有効線分の中でも1点はちょっと特殊なものとして扱うことにしましょう。それ以外 P と Q が等しくなければ、このような矢印が1個定まるということです。このぐらいですと非常に当たり前の話ですね。はい。それでこのあるこういう線分なんですけれども、実は
いろんなところにこう書くことができるわけです。同じようなもの、例えば、この線分 PQ を、まあ、こんなところに書くこともできますし、あるいはこんなところに書くことも、写すこともできます。で、まあ、いろんなところにこの同じ線分をこう写して、まあ、図形的には写して書くことができますよね。で、で次にこの有効線分が等しいという概念を定義しますけれども、そのアイデアとしては今書いたようにそのこの同じ線分を写してこう写せると、すなわち例えばこのここにある真ん中にある線分をその元の場所へ持っていって平行移動していったら重ねることができるといったようなことを使ってこの有効線分が等しいという概念を定義したいと思います。有効線分が等しいという概念なんですけれども、まあ、2つの有効線分があるとしましょう。1つは PQ で、もう1つは P'Q'。で、この2つの有効線分が、まあ、等しいとはどういうことを言いますかっていうのをこれから定義します。等しいということをこれから定義しますという意味で、この両向き矢印の上に def と書いて定義を書きます。というのは、まあ、前回説明した通りです。で、どのように定義するかというと、まあ、どちらでもいいんですけど、その、まあ、ここではその P'Q' を平行移動して、PQ の上に、重ねることが可能である。まあ、こういうときに、その2つの有効線分、PQ と P'Q' は等しいということにしましょう。もしくは、この平行移動してっていう操作が、こう、なんでしょうね、本当にそれは厳密にこう定義されてるのかと、こう疑いを、ちょっと疑いを持つかとか、あと不安になる人のために、もう一つ同値な定義を用意しておきまして、今度は平行移動しなくても、定義できる方法なんですけれども、この有効線分の端点ですね、 P と Q と P' と Q' って4つの端点から四角形を作ることができるんですが、P、Q、Q'、P' が平行四辺形をなすと。まあ、こういう定義もできます。でこちらの、下の方の定義は、教科書に、図が載っていまして、実は教科書の6ページの図の 1.2 というのがこの下の方でいう有効線分、2本の有効線分ですね、が等しいという定義になっています。ちょっと書き写し終わった人はこの教科書の図を見てみてください。今教科書のその図の 1.2 にはその有効線分、2本の有効線分ですね、 PQ と P'Q' というのが載っています。で、まあ、この今の定義の2つ目の定義にありますように、
このニコンの有効線分とそれから図にあります点線を使うと、その一つの平行四辺形、一つの四角形が定まりますね。で、これが平行四辺形の時に、この2本の有効線分は等しいということにしましょうというのがこの定義であります。で、これは同じように、この2本の有効線分のどちらかを平行移動してすることによって、もう1本の方にぴったり重ね合わせることができるということでも定義することができるということがわかると思います。まずこれでその有効線分がですね、等しいということを定義しましょう。で、次の説明が大事な定義で、次の定義で、その有効線分と平面ベクトルの対応付けを行います。ので、ここはよく注意して聞いてください。まず平面に XY 座標を定めましょう。XY 座標を定めるというのはもう少し具体的に言えばどういうことかというと、まあ皆さんこう XY 平面の図を書くときに、こういう書き方しますよね。X 軸を引いて、Y 軸を引いて、で、その原点 O を書くというような、そういう操作をすると思います。で、これはどういうことをやってるかっていうと、この原点を一つどっかに定めるわけですね。00という点をどっかに定めると。それから、X 軸という方向と、それから Y 軸という方向を定めると。そういうことを行うことで、この平面に XY 座標を定めるということを、こう皆さんは多分、中学ぐらいから今までこう無意識のうちにやっていますが、そういう操作です。で、そして、先ほどですね、有効線分の等しいという定義をやったときにありましたように、その例えば、ある有効線分 PQ にこう等しい有効線分というのは、実は平面上に無数に存在しているということが皆さん分かるでしょうか。ちょっと想像してみてください。例えば、ちょっとあまり有効線分に見えませんけれども、これにこう矢印がついていると思って、有効線分だと思って、で、これをですね、平行移動したものは皆等しいと見なすわけですね。そうすると、こう平行移動の仕方というのはこういくらでも取ることができますから、そうすると、この最初に与えた有効線分 PQ と、等しい有効線分というのは無数に存在することが分かると思います。で、その有効線分ですね、無数にある有効線分、有効線分 PQ と等しいものこれは無限個あるんですが、等しいものの中で、この原点を始点とするものが1個あるはずです。原点を始点とするものを OA としましょう。
ですので、例えばそうですね、こう、ちょっと黒板の、ちょっと小さめですけれども、例えば、ま、ちょっと、こういう、まず有効線分 PQ があったとしますと。で、この PQ に等しい有効線分っていうのは、こう、無数に存在するわけなんですけれども、その中で、その視点がこの XY 座標の原点 O に重なっているようなこういう有効線分は1本だけありますよね。これを OA としましょう。ですか。無数にある等しい有効線分だからその視点が原点にあるものを1本選んでこれを OA とします。でそうしますとこの点 A の座標っていうのが分かるはずですね。点 A の座標が、例えば A1、A2 としましょう。ここですね、ここの点 A の座標が A1 と A2 のとき、ここで初めてその平面ベクトルを1個登場させます。まあこれ A と置きますけれども。で、ここでどういう平面ベクトルを持ってくるかっていうと、多分これほとんどの人は想像つくと思いますが、これを使うんですね。この値を使うんですね。上が値が A1 で下の成分か。上の成分が A1 で下の成分が A2 のようなこういう平面ベクトルを持っていきましょうと。で、この平面ベクトル A と有効線分 OA を対応づけることにしまして、この平面ベクトル A と有効線分 OA を統合で結びます。これで表すと。ここで初めてそのまあ有効こういう有効線分とですね、それから平面ベクトルが対応付けられたわけです。で、さらになんですけれども、同様に、実はその今出てきた有効線分 OA と等しい有効線分っていうのは無数にありましたということを言ってましたから、この OA と等しい有効線分すべてですね、すべてを先ほど出しました平面ベクトルA と対応付けまして、で、これを、まあ、平面ベクトル A と有効線分 OA が等しいと。で、さらに、最初に出てきた PQ も等しいと。で、以下同様で、PQ と等しいすべての有効線分は、この、平面ベクトル A と対応付けられるというふうに書きます。ここまでいいですか？
一応ですね、ここまでの、その平面ベクトルの幾何的な意味付けっていうのをもう一回ステップを追って振り返りますと、まず、その有効線分を考えたときに、こう、ある PQ と、こう、等しい有効線分が、こう、たくさんあると。いうのを定義しました。これらはその有効線分として等しいと。で、次に、これらの等しい有効線分の中で、視点が原点にあるようなものを取り出して、で、点 A の座標を求めるわけですね。座標が、まあ、A1 と A2 のとき、と、ここでその平面ベクトル A というのを持ってきて、これとその有効線分 OA を対応付けたと。で、さらに、その、この平面ベクトル A と、その、有効線分として OA と等しいものすべてを、対応付けたと。一応、こういうステップを経ることによって、その、我々は、その、平面上のですね、矢印、何の変哲もない矢印だったものを、こう、ベクトルとして扱えるようになったわけです。あ、ちょっと上げますか。はい。こんな感じですかね。見えますか。で、実はその、皆さんがこれまでその主に高校まででその矢印をベクトルとしていろいろ考えてきた背景には、実はこういうその矢印とそれから平面ベクトルという数値の並びの間のこう橋渡しがあったからこういうことができたということをちょっと確認してもらいたいと思います。で、数学ではしばしばそういう、このようにですね、その図形的なものとこの数量的なもののこう橋渡しを行うことによって、そのより直感的なこう考察を可能にしたり、そういうことをがいくつも行われておりますし、また、数学を作ってきた人たちというのは、そのような努力を重ねることによって、その数学をですね、より直感的に捉えたりしながら新しいアイデアを作るということもやってきました。で、皆さんこういう説明を受けると、もしかすると自分たちがその自然に思って使っていたものは実はかなりこうの大変こういう面倒なことをやっていたのかと思う人もいるかもしれません。確かにこうやっていちいちですね、橋をきちっとかけなければならないというのは面倒かもしれませんけれども、ただ皆さん一人一人が自分でこういう橋をですねいちいち架けなければならないというわけではありません。これはその人類の誰かが一回ですねこう橋を架けるわけですね。で、この橋はちゃんと渡れるということを示せば、あと残りの皆さんはその安心してその橋を渡ることができるわけです。ですのでその結果としてこう数学においてこうね、矢印をベクトルのように自然に扱ったりすることもできます。で、ちょっと皆さんに一つ、知ってほしいのは、こういう橋を渡すのは、橋を架けるっていうのはいろいろあるんですけれども、皆さんほとんどの場合には、誰か先人が架けた橋をそのままこう渡って、行くだけで全然問題ないんですが、もし機会がありましたら、その橋を眺めてみるということも、もしかしたら楽しみにつながるかもしれないということを申し上げておきます。
ここ最近ですね、まあ10年ぐらいと思いますけれども、このいろいろなこの趣味のこうマニアな世界というのが結構そのテレビでも取り上げられたりしてですね、こういろんなマニアがいて、こうなかなか世の中楽しいもんだ、面白いもんだというふうにこう思っている人もいるかもしれません。でその中には多分その橋のマニアという人たちもいてですね、きっとその、まあ、日本中もしくは世界中でにあるそのいろいろな珍しい橋とか古い橋とかこう美しい橋とか橋を見て歩くとか、そういう人もいるかもしれません。まあ、ちょっと今数学の橋の話が出ましたので、それにちょっと結びつけて話をしてるんですけれども、で まあそのもしかするとその皆さんの中にはそのじゃ橋なんか見て何が楽しいのって思う人もいるかもしれません。確かに最もな疑問だと思います。でですね、ただその古いものを見たときに結構その何て言うんでしょうね、理屈ではあんまり説明できないような感動を覚えることもあるかと思います。実は僕はこの間の日曜日に家族で、この近場にイチゴ狩りに行ったんですが、その帰りにですね土浦一高に寄りました。実は皆さんの中にはもしかすると土浦一高の出身の人もいるかもしれませんけれども、土浦一高には実は旧制土浦中学校なんですが、その旧制土浦中学校の本館の建物が残っています。で確かあれは明治30何年に建てられて、でもうすでに建てられてから100年経っているもので、で確か一昨年のですね、NHK の連続テレビ小説、いわゆる朝ドラの「お日様」というドラマで、でロケでも登場した建物らしいんですけれども、で結構その気楽に行ってみたらですね、まず国の重要文化財に指定されていて、ちょっとびっくりしました。で、国の重要文化財の割には結構その教室の中ですとかいろいろなところに入ることができて、で展示物も普通にいろいろ触ったりすることができて、それで、2度びっくりして、であとね資料をもらってちょっと読んだんですけれども、実はその土浦中学校の本館を設計した人というのが、まあ、当時の今でいうその東大の建築学科を卒業した人なんですけど、25歳の若さでその学校の建物を設計して、で施工の全部の指揮を取ったというのを聞いて、またまたびっくりしました。で、まあ、当時、まあ、明治ですので、そのまだ日本はその近代化が始まって間もない頃 でそういう西洋の、まあ、建築学などを勉強する人をして、まあ、大学を卒業する人がだんだん出始めたばっかりの頃ですね。それで当時の頃っていうのはその皆さんよりもちょっと年代が上くらいの年代、20代とかで、そういう重要な仕事をする人が何人もいたんですね。でまあ当時としてはかなりなそのエリートだったと思いますし、それからそのこれから始まる国づくりに向けて非常にこう熱意と責任を傾けてそういう仕事をされていたんだと思いますけれども、まあもし皆さんも機会がありましたら一度足を運んでみてください。一応なんか月1回公開しているそうです。それでまあちょっとなんでその話になったかというと、だから結構そのまあ古いものを見るとそのあやっぱりこうなんかちょっと理屈ではちょっと言い表せない感動があるんだなっていう話で、でそれを橋の話になんでどうやって結びつけるかというと、実はその皆さん知ってるかどうか分からないですけど、この近辺にですね結構古い橋があるんですね。で、まあ、近辺といってもその県内のレベルですが、まあ皆さんその特にその東京経由してつくばに来る人は今ではほとんどつくばエクスプレスを使っていると思いますけれども、実はの JR の常磐線の利根川の鉄橋
ですね、ちょうど茨城と千葉の県境ですけれども、利根川の鉄橋は実は古い橋がかかっていて、特にその常磐線の快速の上り線の橋というのが大正6年にできた橋なんだそうです。ですので大正6年というと17年ですか。だからもう90年は経っていて、もうすぐ100年になる橋なんだそうです。でただ、非常にその今では老朽化が激しいので知ってる人もいるかもしれませんが、今ちょうどその常磐線の鉄橋の架け替え工事を行っておりまして、でいろいろな情報によると、その新しい橋が今年の秋ぐらいから上り線の橋を置き換える形で使われ始めるんだそうです。でまあで常磐線って言いますと、こうまあね、交通機関としては非常にこう今でもたくさん使われていますから、そういうところでこう100年近くもう頑張ってる橋があるんだって思うと、やっぱりすごいなというふうにまあ思うわけですけれども、でまあ同じようにこの数学においてもこういう橋が あります。でと数学の橋がですね、その現実のにかかっている橋と違うのは、その現実の橋のように老朽化したりして、まあ、崩れたらまずいですけど、そういうことはありません。数学における橋というのは、一回正しい、この橋が正しくかかったってことが証明されると、その人類の歴史が続く間、そこにずっとかかっているわけですね。でもしかすると、後からやってきた人たちがその理論をいろいろ拡張したりして、その橋をもっと大きくしたり丈夫にしたりたくさんかけたりするかもしれませんけれども、その最初にかかった橋というのはその形が正しい限りいつまでも残るというものです。ですので、まあ、この橋を見るっていうのは、その現実の、ね、こういう建物や橋をこう見に行くほど楽ではないかもしれません。今みたいにこうやって定義をいくつも積み重ねて、まあ、勉強を頭を使ってこう見ていかなければなりませんから、ちょっと大変かもしれませんけれども、でも実はこういう中に、そういう数学におけるその橋がですねかかっていることを、まあ、皆さん見る機会もできると思います。今なんかはまさにそういう機会なんですけれども、ですので、まあ、橋は普通は渡っていればいいんですけれども、まあ、時にはその見る楽しみもあると。でそれが、もしかしたら皆さんの中で一人ぐらいこう楽しむことによって人生がちょっと豊かになるかもしれないということで、まあ、そういう世界も、ありますという話でした。さて、じゃあちょっともう少し進めましょう。で一応その、まあ、有効線分とその平面ベクトルの対応付けができたついでに、その今度は逆にですね、その平面上の点に対してその平面ベクトルを対応付けることができますので、その定義をしましょう。1ベクトルという言葉なんですけれども、平面上にその点 A というのを取りまして、この点 A の座標を A1A2 としましょう。でそうすると、さっきと違うのは、その先に平面上の点 A をポッと取るということですね。で、そうしますと、これに対してその有効線分を考えることができます。OA と書いていますので、その
まあ、始点は原点にとって終点はこの点 A にとったという、まあ、そういう有効線分を考えましょうと。でこれに対して先ほどの要領でですね、その平面ベクトルが対応付けられます。それはちょうどこの点 A の座標である A1 と A2 を成分に持つような平面ベクトルを対応付けることがで分かります。でこの時この平面ベクトル A を、まあ、点 A の、まあ、1ベクトルということにしましょう。どのぐらいで見えますか？いいですか？はい、じゃあちょっと上に上げます。で、まあもう一つですね、その次にそのベクトルの長さという定義がありますので、一応それを定義しておきましょう。で、これは平面ベクトルの長さを定義するんですけれども、まあ、この平面ベクトル A ですね、 A の長さをまあ、これは多分皆さんこう線分の長さとしてよく使ってきたので覚えていると思うんですけれども、でここでは特にこの平面ベクトルだけを考えた場合はその線分とは全然この頭を切り離して、とにかくこの A1 と A2 という量に対してまあその2乗の和の平方根をまあ A の長さと。していることに注意してください。で、それでもってその幾何学的にはこの長さっていうのはどういう性質が言えるかっていうと、これはもう皆さんちょっと今までやっていてご存知だと思うんですが。その有効線分の長さと関係ですね。その平面ベクトル A の長さは、その、まあ、A に対応する有効線分の長さに等しいということが言えます。どのぐらいで見えますか？まあなんか
当たり前のことを言われてるみたいで、なんでそんなことを説明しなければならないのかと思う人もいるかもしれませんが、じゃあ、逆にですね、これがなぜ言えるかっていう聞かれると、結構その説明の仕方、どうやって説明したらいいんだろうってこう疑問に思う人もいるかもしれません。で、残念ながらこの証明をその説明きちっと丁寧に説明する時間はちょっと今ないので、まあ、ちょっと皆さん考えてもらって、まあ、あとはもし分からなければ、一応こちらの講義ノートの方にはその証明も書きましたので、まあ、興味のある人は後で見て参考にしてみてください。で、今日ですね、以上やってきたようにしまして、その、まあ、平面ベクトルと、それからその平面上のその有効線分の対応をこう決めまして、でさらにそのベクトルの長さを定義しました。でこれによって、その平面ベクトル の, そのスカラ倍とか和 の, その幾何的な意味というのを、まあ、直感的に皆さんが今までやったようにこう意味付けることができるようになります。で、あとまあ10分ぐらいですが、ちょっと そこの辺をささっと見てみましょう。でまず最初に、スカラー倍なんですけれども、これは、教科書の7ページの、上の方にあります。平面ベクトルを、まあ、A ですね、A をこう A1、A2 として、で、これがそのある有効線分、OA と対応付けられるというときに、まあ、これスカラーですね。C をスカラーとしますと、この CA ですね。CA。まずこの平面ベクトル A の C 倍っていうのは、各成分の C 倍と定義をしておりました。で、そうしますと、その長さというのは、まあ、教科書にもありますように、その A の長さの、C の絶対値倍というふうになります。で、この時、その対応する、この CA に対応するですね。CA に対応する有効線分は、まあ、長さ、OA、この OA に対して長さが、絶対C 倍で、まあ、向きに関しては、その、まあ、OA と同じか、あるいは向きがないか、あるいは OA と、まあ、反対と、まあ、この3つのいずれかになるわけですね。でこれは C の値で決まって、まあ、もし C が正であれば OA と同じ向きですし、C が0であれば向きがないですし、
それから水学であれば、OA と反対の向きになると。これは多分皆さん、これまでの数学でやってきた、でよく分かっていると思います。それから、あと、そうですね、ちょっと和についてなんですが、だんだん、すみません、時間がなくなってきたので、和についても、同様ということで、詳しくは、講義ノートを必要な人は参考にしていただきたいと思うんですけれども、和についても同様で、教科書のその8ページの図 1.6 を見ていただきますと、その例えばそうですね、この平面ベクトル A と B の和を考えたいと思いましたらば、そのこの平面ベクトル A に対応するこの有効線分、OA と、それから平面ベクトル B に対応する有効線分 OB を考えて、で今度この有効線分 OB を平行移動していって、こういう、これも B ですね、有効線分、こういうものを考える。ここ B ダッシュ、C としましょうか。で最終的にこの OC、有効線分 OC に対応するベクトルが平面ベクトル A プラス B になるというふうにこう対応づけることができます。で一応ですね、ここまででその、平面ベクトルとそれから平面上の有効線分の対応付けを行いまして、でまたここで先ほどのところに、戻ります。でここでその、元の場所ですから、教科書の教科書の3ページですね、3ページ。そのベクトルがその R2 を生成する春というところに戻りましょう。で戻ってみまして、そのまあ前回ですね、火曜の授業の最後にありましたこの R2 平面ベクトル全体は基本ベクトル E1 とE2 で、生成されると。これの幾何的な意味をちょっと考えてみますと、一応原点があって、で、これでこう、E1 とそれから E2 というベクトルがあるわけですね。
で、例えばここにこの x、平面ベクトル x に対応するこう点があったとしましょう。で、ここにですね、その、この e1 と e2 のこの矢印のこう伸ばして重ね合わせることでどうやって到達できるかっていうことですを考えればいいわけです。で、そうしますと e1 はここまで伸ばして、それから e2 はここまで伸ばして重ね合わせることでこの x に対応するこういう有効線分ですねを作ることができると。いうのが、まあ、皆さんもよく知っている、この幾何的な意味であります。で、これをですね、この x の点を、こう、いろいろ変えますよね。いろいろ変えますと、それに応じて、この x への有効線分を作るために、こう、e1 を何倍して e2 を何倍するというのが、いろいろ変わってくるわけですね。で、それをこう、いろいろ考えてみますと、例えば、ちょっとこれ色が2色同じなんで見づらいかもしれませんけれども、まあ、E1 と E2 がこうあったとして、それでこの平面上のいろんな点に対してこう E1 と E2 を適当に何倍かしてそこに届く有効線分を作ると。でそれをこの平面上の全ての点でこう同じことやって埋め尽くすと、こうなんとなくなんですけど、この E1 と E2 をこう無限に伸ばしていったこう棒みたいなものにですね、こうなんか紙かフィルムを貼ったような、まあ、そういう状況がイメージできるんではないかと思います。で、まあ、ちょっと紙を貼るとそのこのベクトル平面ベクトルを貼るっていうのはちょっと感じが違うかもしれませんけれども、なんとなくイメージとしてはこうなんていうかこういう平面をこの2つのベクトルを、まあ、直線的に伸ばしたもので、こう、なんか何か貼って作っているような、そういうイメージっていうのが、得られるんじゃないかと思います。ということで、一応今日ですね、その1時間かけて、この説明してきた、この説明の目的は、その、今言った、その R2 が貼るっていうのは、幾何学的に、まあ、そういうイメージがあるっていうのを皆さんに、こう、イメージを持ってもらえればというふうに思います。今日はちょっとあまりそうですね、皆さんに質問ありませんかを問いかける時間を作るのを忘れてしまって申し訳ありませんでしたが、何か質問ありますか？はい、じゃあ、次回、来週ですが、教科書ですと、線形独立の値の、話題を扱いたいと思いますので、まあ、よく復習してみてください。あと、次の時間、演習ですので、頑張ってください。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。